日頃から防災への意識を高めてもらおうという催しが北九州市で行われています。この防災フェスタは子育て支援や動物愛護を通して命の大切さを考える活動に取り組む北九州市の NPO 法人が主催したものです。防災士によるセミナーでは日頃から災害をイメージするためハザードマップを見たり、災害に強い子どもを育てるために防災ごっこをしたりすることが大切とアドバイスを受けていました。会場では防災グッズも紹介されていて、ペットにつける迷子札は QR コードを読み取ることで飼い主の SNS につながり、災害などでペットとはぐれた際に役立ちます。主催した NPO では防災用品と心の両面で日頃から備えてほしいとしています。